はい。お、どう？飛びすぎじゃね？飛びすぎかも。まあ、先生のね、言うことをね、結局これまた聞いてないからこの動画見たらカンカンですよ、また怒られる、うん、やべやべやべしぶりのね、2人ともラウンドですから、はい、さあ皆さんにね、ちゃんと成長してる姿をね、見せれるとともに、はい、勉強になるね、ことをね、はい、おお、ど真っすぐ、これ入れなかったら、まあ多分先生に死ぬほど怒られるから気をつけて、はい、はい、一番やってはいけない方向行きましたね。捕まりづらいライドが確定してるんですよ、はい、にもかかわらずまっすぐ向いてドローさせようとしたでしょ、はい、もうそれがもうちょっとね、木伐採中のためちょっと音がありますがご了承ください。多分自分としては不本意だったかもしれないけど、すげえいいとこ行ったね。超えたんだろ。うん。いい感じ。ありがとうございます。本当はあそこから、あそこからフェードだよね。そうなんです。うん、でそのまんまね、ほぼストレートだったね。はい。まあまあまあ、いい球ではあるから。あー、これは。さすがにない？もしかしたらあるかもしれないです。一応もう一球とか、はい、あとみーくんさあ、先生に最後のメールで送られてきたこと覚えてます？何でしたっけ？足めくれ。はい、今めちゃくちゃベタ足したよ。だから届かなくてスライスしてる。さあ素振りでしっかり意識してね。そうそうそう。おー、ナイス。オッケーオッケー。俺だったら距離は出てないけど OB はいかないから、はい。さあ、みーくんかろうじて残ってはいたんですが、右サイドね、かなりロケーションは最悪でございます。まあ出せただけでね、御の字ですね。これはいきます。はーい。お、どう？飛びすぎじゃね？飛びすぎかも。あ、でも大丈夫ですね。耐えた？はい、耐えてます、耐えてます。ラフ一杯。ラブギリギリいっぱい。あ、よかった。いや、飛ばしすぎ飛ばしすぎ。しかもなんだかんだいいショットでしたね、だいぶね、あんなところから。確かに。まあみーくんのね、はい、これはじゃあ、はい、暫定球なんで、まあこれもね、良かったですよ。はい。まあ先生のね、言うことをね、結局これまた聞いてないからこの動画見たらカンカンですよ、また怒られる。うん、30分前に言われたことやってないんだから、それは怒られるに当然でしょう。まあ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 、でしょうねという、右にねすっぽ抜けちゃいますよと。まあまあ、左足下がりで、ちょっとつま先も下がっている。はい、捕まりづらい番手を持っている。はい、はい、そんな中でドローなんか打てますか？打てませんですよね。この優しい問いかけが怖い。アキラはめちゃんこ飛んでるね。ありがとうございます。最高やん。おお、ちょっと低スピン気味だけど、すごいいい方向いってそうだよ。ナイス。乗った？いや、乗ってない。花道手前ちょっと。あ、ちょっと当たり薄かったんか。はい。さあ、ここはね、距離こそまあ100ちょっとしか、はい、100ちょっとです、ね、はい、しかないんですけれども、フルスイング正直できなくないですか、この傾斜だと。もう、はい、なのでつま先上がりはね、捕まりやすいですと。でフルスイングもしづらいです。でかつね、引っかかることを見越して右を狙わないといけないですから。で今何番持ってますか？9番です。9番、うん、あ、まあ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 、
まあ、ワンチャン飛びすぎちゃうかもしれないですけど、まあ、サイズ感をちゃんと気にしてね、どこまで振るかっていうのをちゃんと決めて打ちましょうか。もうほぼ体なんか使わなくていいですから、クラブだけね。あ、これでもあのバンカー左までトントン跳ねてきましたね。やっぱかなり左行きますね。そう、この傾斜は正直相当右向かないといけないです。だから正直難易度が高いんですよ、ここまで傾斜があると、はい、短くても。むしろ短い方がロフトがネタ番手を持たないといけないんで、つま、はい、先上がりの影響をすごい受けちゃうんですね。はい、距離が短い方がね、うん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 、つまりつま先上がりがきついほど右に向くるを多くしないといけないですよね。絶対理解できてないでしょ。なんとなく違う違う違う、つま先上がりの傾斜がきついと距離が短かった場合、ロフトが寝てる番手を持たないといけないじゃないですか。つまりロフトが寝てる番手ほどつま先上がりの傾斜がきつければ右を向く量って多くしないといけないですよね。そうだから難しいんです。ダメだ、ちょっとみーくんは理解できてないんで、また今度座学しましょう。みーくん、ちなみに足元よりもボールの位置の方がちょっと沈んでるの分かります？高さ、はい、なので自分がね、重心をもうちょい下げてあげましょう。打つときに膝を下げて、そうそうそう、それで打ってあげてください。そうすると届くんで、はい、はい、それで打ちましょう。あとは打ち方変えなくていいですから、はい、そうそうそう、ナイス、うまい、完璧。OK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  16ヤードでピッチングで打ちます。はい、結構左足上がりなんで、はい、やべ。ですね、まあまあまあ、選択肢としてやべやべ、ここはね、5-6なんですよ、アキラさん。なんでかっていうと、グリーンエッジからピンまでの距離そんななくね、ピッチングでどこにキャリーで落としてどうランさせようと思ったの？ここが11なんですよ、11ヤード、うん、でここから転がってくれればって思って、うん、打ったらピッチングで打つのとさ、5-6で打つのだったらさ、はい、キャリー出すのさ、ピッチングの方が楽じゃね？楽です。そうだから、その計算をね、もうちょっと考えた方がいいかな。だって広大グリーンっていうか、高さが出るグリーンでさ、はい、ピッチングで高さ出そうなんてしないじゃん。しないっす。その辺の考え方が、そう、ちょっとね、良くなかったね、今のはね。切れろ。切れない。あー、意外と切れなかった。意外と切れない。 OK っす。カップお願いします。ピンお願いします。いいっすよ、入れてください。一応うん、入れます。 OK だけど、入れます。いいです。はい、ナイス。まあ、しょうがないダボかな、これはね。そうですね、ティーショットとサードショットが良くなかったかな。うん、うん、おっ、惜しい。ナイスタッチ。 OK。 いや、よく攻めたね。ナイスパ。ありがとうございます。あー、これはちょっと右かなり行っちゃったね。あ、サブグリーン、サブグリーン硬い音したね、コツンって。おー、ナイス。いや、全然いい全然いい。ちょっと左だけど、スライスより全然マシ。お、距離ちゃんと行ってます。なんでかっていうと、左側は平らだから。え、右は砲台でしょ。あー、はいはい。だから僕はちょっと引っかかってもいいから、さっき念を押したんですよ、左引っ掛けてねって、念閉じてねと、はい、ありがとうございます。 OK ですよ。あれだったら悪くてもボギー取れるんですよ。でも、あ、そうですね、右のあのバンカー横とか手前だとめっちゃ難易度高いんですよ、はい、あそこのアプローチ。しかもラフも深いし、距離もそこそこあるから、グリーンエッジからね。あ、はい、そうだから縦距離がすごい合いづらいんですね。だったら左傾斜でちょっと危ないけど、距離がね、しっかり出せてるんだったら、うんうんうん、左狙った方がいいかなと。まあ最高ですよ、今の。ナイス。
さあ、ミニ君絶好の場所じゃないですか。素晴らしい。さあ、番手は48番、ピッチングです。あ、ピッチングですね、はい、はい、いい選択ですね。うん、投げた。え、どうすか。まずまずですね。まずまずそう。でも意外とさっき言ったように3分の1キャリーだったら絶対届かない、うん、届かないですね。今約2分の1ぐらい転がして、うん、ようやくピッチングでこんなもんですよと。なんだかんだだって 1.5 メートルぐらいまだありますからね。ありますね。うん、まあでもナイスアプローチ、ありがとうございます。え、あれあれあれ、あきらくん、あれあれ、まあまあ残りましたねさあこれ入れたらパワーですよ。しかも別に外れても全然 OK ですからね。まあ、これは狙いに行きましょうか。はい、しっかりね。よし、ナイスパー。よし、すんばらしい。まあ、俺のおかげだ。はいさあ、ちょっと距離が残ってるパターンになりましたね。さあ、どうだ。ナイスタッチ。惜しい。まあ、でもナイスタッチ、ありがとうございます。あベストスコアいってもらいます。今すでに70代で回ってきたらもう82度と打たないゴルフ全員最短で70代。これちょっとね、DB でね、今毎週もうこれだけやっとけと、今週これだけやれっていうの毎週出してる。新規の人はこれだけやれみたいなのはまあまあ、進めたいんだけど、昔からやってる人たちが本気でやろうってなってるけど、どっからしたらいいかわかんないと思って、黙って1週間これやる。ほんでそれやった先でスピンが打てるようになったり。あ、だって愛ちゃんが6ちょっと打ててるから。すごい。さあ、ここ右ペラだけね、かなり気をつけましょう。なので全然さっきの、あ、ちょっと左巻いちゃったぐらいでも OK ですからね。うわ、あ、それはね、結構いっちゃったね。耐えろ耐えろ、耐えた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 、はい、よかったですアキラね、いいドローだね。違う。いいドローだね。まあ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 。いや、難しいよね。課題はね、まあちょっとクリアできないかったけど、まあいいショットに変わりはないから。そう、めっちゃ本当に普通に耐えてた。いや、悪くないよ。お。ナイスナイス素晴らしい。もうザ傾斜なりに打てましたね、今ね。よかったです。素晴らしい。ちゃんとね、あの、うん、つま先下がりのことを考慮して、はい、普通に立つんじゃなくて、ちょっと重心はね下げてボールに届かすような形で、はい、でかつ変に縦振り、あの、横振りにせずね、はい、縦振りでちゃんとトーダウンした形で当てることによって、はい、フェースの面は被らずにね打ち出しはね低く出るけれどもフェードで返ってきますから、はい、いい球でしたね。ありがとうございます。ピッチングで、はい、102ヤードピッチングです。ちょっとね枝が気になるもんね。そうですね、ちょっと、うん、高く上げすぎちゃうとね。でちょっと足場も左足上がりのつま先上がりなんで、うん、ちょっと球も上がりやすいっていう状況なんで。まあ、ちなみにアキラは狙い目、あの、がっつりまっすぐ狙ってたんで。あ、だからじゃああれがちょうどなんや、はい、そう、 あれぐらいは捕まっちゃうかなっていう感じですね。やっぱもうピンの右サイド結構短い。あ、ギリギリやから、 だからあっちの右サイドに外した時、ちょっと今のこれまでのアプローチ見てもらうと分かる通り、ちょっともう
怪しいんで、それだったらもう左の広めなところに乗っけとこうっていう、はい、言い訳じゃないですよ。はい、前全然違う。よ、乗ったよ。だいぶ弱いですね。うん、ああ惜しい。まあ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 。OK ですよ。はい、ありがとうございます。ナイスパ。ありがとうございます。おお。おお。ナイスパ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 。いいっすよ、このなんか見てる側ハラハラさせなくて。このミー君のいいところと悪いところが、あのグリーン上で全て買いました。うん、めっちゃいい、ナイス。ほぼまっすぐだね。あれだ。なんで右打ったの。いや。まあ死ぬほど逆玉だけど弱い？チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あと各種 SNS 概要欄の方にありますのでチェックよろしくお願いします。ちょっと噛みそうだな。